さてさてさて、今日は何したの？新宿店に入って、今から、7時に、これからですね、セブンサミットすでに3個行ってる方と、もういろんな、長距離レース行ってる先輩とこれから会います。池袋で。今の自分の格好はこれ、会社のこれを持って帰るのと重いです。東京芸術劇場ってこんな近くなのに来てなかったな。何やってんだろう。今度来てみよう。うわ、ここだ。池袋なんてね、こっち来てなかったの。結構面白そうなお店がいっぱいあります。神戸ネギ焼き丸吉。今日はだいぶ来てる方々にお会いしましたね。先輩方、それを考えるとちょっとやばいっすね。これでもしアコンカーが登れないなんて言えないですね。つまりアコンカーはどうあっても登んないとな。高山の高さだけが心配なんですけどね。高山病、それ以外は気合でなんとかなると思うんですけど、そっか。まあとりあえず登り降りしましょうか。今日も眠い。眠いよ。7000メートルこれだったら滑落するかも。